長林美代さん。日本共産党の長林美代でございます。通告に基づきまして3点お伺いをさせていただきます。まずはじめに新しい図書館についてお伺いをいたします。新しい図書館、先日オープンをいたしました。白を基調にしたとても明るくてゆったりとした図書館となりました。随所に閲覧できるよう椅子や机があり、多くの学生が利用しています。買い物ついでの市民の方も利用をされているようです。これからも宮津市民の図書館として役割を発揮するとともに、市民に愛される図書館、多くの方に利用してもらえる図書館となるよう頑張っていただきたいし、私も大いに協力をしたいと思っております。そこで図書館としての役割をさらに発揮していただくために数点お伺いをいたします。図書館には人を育てるという役割があります。市民が文化や教養などを学んだり、興味あるものをさらに研究したり、いろんな情報を収集するなど、市民を育てるという役割があります。そしてまた市民に利用してもらえる図書館となるように考え工夫する力を発揮できる職員を育てるという役割もあります。図書館にはこの2つの人を育てるという役割があると思います。では人を育てるためにどうしたらよいとお考えでしょうか。お伺いをいたします。長浜教育次長。はい、図書館についてご質問いただきました。図書館は地域の知の拠点として市民の生涯にわたる主体的な学習活動を支え促進する役割を果たしていかなければならないと考えているところでございます。そのためには図書資料の充実を図ることはもちろんのこと、誰もが利用しやすい環境づくりや利用者の求めに応えるサービスの充実は不可欠であるというふうに考えております。こうした中、議員からもいろいろとこれまでもご心配でありますとかご懸念の声をいただいてきましたが、11月27日にオープンいたしました本市の新しい図書館は市民の皆様の関心も高く、初日以来児童生徒親子連れ一般客を問わず連日多くの利用客で、にぎわっております。このにぎわいを広げさらに深めていくためには図書館サービスを支える司書をはじめとする職員の果たす役割は大変大きく、図書館職員の育成は重要な課題であると認識しているところであり、日々の図書館職員同士の学び合いに加えまして国や京都府団体などが実施しているレファレンス研修など専門的な研修や多種多様な図書館のニーズに適応していくためのゼネラリストとしての研修、他分野での職場体験、館長等へのマネジメント研修等を進めていく必要があると考えております。今後においても市民のニーズに十分応えていける職員の育成に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。長林美代さん。はい、人を育てるためにというところで、大変大きな課題かと思いますけれども、頑張っていただきたいと思っております。昨日の北中議員の質問でも読解力など文章を読み取る力、これが不足していることを、まあ、子どもの学力という点で、教育庁の方から指摘をされていましたけれども、まあ、こういった本を読むことによって読解力も、まあ備わってくるのかなと思いますし、図書館を大いに利用してもらえるよう、職員の皆さんには大いに力を発揮していただきたいと思います。そこでですね、職員体制についてお伺いをしたいと思います。新しい図書館となって朝10時から夜8時まで、開館となりました。職員体制シフトなんかはどのように変わったのかお伺いをしたいと思います。長浜教育次長。はい、新しい図書館での、職員体制についてのご質問でございます。
新図書館オープン時の職員体制につきましては、館長師匠1名、職員師匠1名、食卓の師匠3名、移動図書館車の運転手が1名、臨時職員11名の延べ17名で、図書館業務を行っております。勤務体制としては、朝晩、すいません、早晩遅晩の、2交代を中、基本として、正職員、嘱託職員、臨時職員でシフトを組んで運営をしております。なお、どの時間帯にも秘書を配置し、利用者のレファレンスにも、適切に対応できる体制を取っております。以上でございます。中林美代さん。多くの職員の方々を配置されたという点で、大変だろうとは思いますけれども、より市民サービスが充実するというところで、頑張っていただきたいと思いますけれども、何がどう変わるのかというのを具体的に教えていただければ、ありがたいかなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。長浜教育次長。はい、何がどう変わるのかと、基本的なことで言いますと、今まで、図書館の開始時間、9時から5時15分というところが、まず、開始時間が延びております。10時から8時までということになります。で、当然それに、従事します職員の時間も、延びております。だいたい9時半から8時15分ぐらいまでが一応一般的に勤務時間というふうになっております。ただ基本的には、図書館の規模も大きくなり蔵書も増え、器としては変わりましたが、基本的に図書館司書も始め、市民のそういったニーズに応えていくという姿勢は変わりございません。ただ、いろんなたくさんの人が来ていただくという中で、おのずといろんな求められることも変わってくるのかなということで、それは先ほど申しました、職員の育成等も踏まえながら、適切に今後も、進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。中林美代さん。申し訳なかったです。私の聞き方が悪かったのかもしれませんけれども、図書館サービスとしてどこがどう変わるのかなと思ったんですけれども、従来通りニーズに応えることという基本は変わらないということなので、これからいろいろと、サービスの充実を考えていっていただきたいなと思っております。私も図書館の方にお伺いをさせていただいて、いろいろと見学をさせていただきました。で、いろんな声を聞かせていただいたんですけれども、図書の本が大きい本ですね、大判の本は横向けて読むんですよね。本来でしたらこう入るところをこう突っ込んであったり、書簡にね、これはもう前と変わらない、同じだということなんですけれども、こういうのって書簡 の棚の高さを調整すればいいんではないかなと思います。そしてまた感心した言葉には、農業に関する月刊誌とかもあるなとか、それから、前置き年文庫の本にはかなり古い書物があるなと、読んでみたいなという声も聞いております。しかしながらスポーツ新聞とか週刊誌がないなとか、福知山の図書館あるのになという声も聞いておりますし、地理とかの専門書も少ないなという、こういった声も聞いております。また貸し出しとか返却、これは、電子読み取りだったら便利なのにと、10冊ですか借りれるわけですから、こういった便利な方向にまたこれからもいろいろと考えていっていただきたいなと思っております。このような声を踏まえて、今後、どのような図書館にしていこうとお考えなのか、ちょっと簡単にご説明していただけたら嬉しいです。中浜教育次長。はい、委員からもご指摘ありましたように、オープン当初、2週間余り経ちましたが、いろんな改善点は当然見えてまいりますので、そういったことは適切に対応するとした上で、新しい図書館の、目指すべき目標について述べさせていただきます。この目指すべき目標や今後の取り組みの方向性については、宮津市図書館協議会において、検討協議をいただき、新図書館のスタートに向け、新たに宮津市図書館の基本的運営方針として定めたところでございます。
この運営方針に掲げる4つの基本目標として、1つ目にはさまざまな世代に応じた多様な学習機会サービスの提供に努めながら、子どもが本に親しみやすい環境づくりを進めるとした、学びと育ちを支える図書館づくり、2つ目には地域課題や市民生活ビジネスの課題解決を支援する資料情報の充実提供に努め、地域の活力を生み出す取り組みを支援するとした市民の役に立つ図書館づくり、3つ目には新図書館が子育て支援施設商業施設交通拠点等と近接する立地条件を生かし、周辺施設とも連携したにぎわいの場、世代、地域を超えた出会いと交流の場の創出を図るとした出会いのある図書館づくり、4つ目には ICT の活用や他市町等との連携による利便性の向上など、誰もが利用しやすい環境づくりとサービスの拡充に努めるとした市民が利用しやすい図書館づくりを目指すこととしております。なお、この運営方針につきましては、時代とともに変化する社会状況や市民のニーズに柔軟に対応することとしまして、必要に応じ見直すこととしております。この新しい図書館が未来を担う子どもの育成、市民一人一人の自らの学びと成長を支えるとともに、ふるさと宮津への愛着や誇りを育み、いつまでも愛される図書館となるよう、今後もさらなるサービスの充実に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。中林美代さん。はい、図書館まだまだこの間できたばっかりですので、非常に殺風景だし、いわば以前からの問題でもありますけれども、外の景色も見えない、海も見えないという声もあります。で、本を読んでいて疲れた目を、癒すために、外も見えないんですから、例えば、緑のものを置くとか、心を和ませる何か人形なり何か、ところどころに配置してはどうかなと思います。ともあれ新しくスタートした私立図書館ですので、この図書館で勉強した若い方たち、いろんな研究そして発明をするなど、それぞれの力を発揮できる、人に育つことを願っております。また今後とも意見等も言わせていただきながら、市民の憩いの場となる図書館となることを期待して、この質問を終わらせていただきます。続きまして、2点目に、ゴミ袋の値段についてお伺いをさせていただきます。ゴミ袋が指定となって10年となります。指定以外の袋で出すと収集をしてくれないわけで、ゴミ袋はいわば生活必需品であります。にもかかわらず、可燃のゴミ袋、黄色い袋ですね、これ台が1袋10枚入りで450円もしています。で、1枚45円です。不燃物を入れるゴミ袋、赤い袋も450円、プラとか紙など資源ごみの袋は実費ですけれども、プラ以外のビニールなどを入れるゴミ袋、青色水色といいますか、ゴミ袋も450円しています。また指定のゴミ袋以外で出すと回収はしてくれません。これらの袋を購入しなければならない市民には大きな負担となっています。宮津市は高いゴミ袋を市民に買わせて使用させているわけだということです。そこでお伺いをいたします。これらのゴミ袋の販売収入は年間いくらになるのか、そしてまた制作費はいくらになるのか、お伺いをいたします。高村市民部長。まず年間のゴミ販売収入と制作費でございますけれども、販売収入金額、これはゴミ収集処分手数料として算入いたしておりますけれども、こちらの総額は28年度決算で4176万4000円、そうしまして制作費につきましては、委託業者への保管料あるいは在庫管理を含めますと2223万2000円でございます。以上です。中林美代さん。それではですね、製作費の値段で販売すると、燃やすゴミ袋、可燃のゴミ袋、黄色いゴミ袋の大きい袋
袋、1枚45円の分ですけれども、この値段実費でいくらになるんでしょうか。高村市民部長。1枚あたり45円の45リッターの可燃用ごみ袋の場合でしたら、先ほど言いました、まあ、政策費等ベースで、直近でございます、まあ、変動はございますが、直近で21円64銭でございます。中林美代さん。はい、21円ということですね。まあ、仕入れの仕入れの値段でこの金額ですから、まあ、2倍ぐらいかな、この値段で販売しているということですね。ごみ袋代金、これ市はどのようにお考えなのか、以前にもお聞きしたと思いますけれども、再度お伺いしたいと思います。高村市民部長。本市は平成18年から有料化を実施しておりますけれども、まずその根底には平成12年の循環型社会形成推進基本法というものが制定をされまして、大量消費大量廃棄の社会から環境負荷の少ない循環型社会への転換に向けまして、この法律の中でいわゆる 3R、 廃棄物の発生抑制、そして再使用、そして再生利用、こういったものも法規定されたところでございます。これを受けまして国の方で廃棄物の減量等を推進するための基本方針というものが平成17年に改定されておるわけですけれども、この中で経済的インセンティブを活用した排出抑制等や排出量に応じた負担の公平化を進めるため有料化の推進を図るべきというふうにされてございます。これらを踏まえまして本市におきましても、平成17年の宮津市廃棄物減量等推進審議会からの答申、ここではまず一つにはごみの減量化と資源化の促進、そして二つにはごみを出す量に応じた排出する方々の間での負担の公平化、それから三つには現在では年間 3億7000万以上になっておるかと思いますけれども、ごみ処理、これらのごみ処理経費にかかります安定財源の一部確保、これらを目的としまして、この審議会の方から指定ごみ袋の料金水準、価格の設定も含めてでございますが、有料化という答申をいただいて、現在の有料化を実施しておりまして、それぞれ3つの目的に成果を上げておるものというふうに考えております。以上です。中林美代さん。ごみの環境負荷とか、再生利用というところで法規制されているというところなんですけれども、ではこの1枚45円というごみ袋代金の根拠についてお伺いをしたいと思います。高村市民部長。料金水準につきましては、いろいろな考え方がございまして、全国的にも、先ほどの45円のベースで考えますと、いわゆる可燃ごみの大袋と言っております、40から45リッターぐらい入りますけれども、こちらの方の大体、全国的な水準では30円台から50円台で設定しておるところが多いというふうに考えておりまして、府内でも京都市と同様450円というふうな設定をしております。これの根拠ということなんですけれども、これにつきましては審議会の方からの答申の中でいろんな分析はしておるんですが、料金が高ければ高いほど排出抑制効果あるけれども、一定の限界といいますか、考え方が高ければいいというものではないというような中から、この当時の設定で1日1人当たりの排出量の目標を 1.33kg というふうに設定しております。でこれを目標を達成するには45リッターで83円が必要であるということを一つの目途にしておりまして、でその中で2つ目には当時の1袋当たりのごみ処理経費という観点から考えると、今度1袋175円になるというふうな試算がございます。でそうした中で1枚175円というのは、これはもうちょっと高す
すぎるというふうな判断に当然なろうかと思いますので、まあ、これらに加えて、まあ、例えば医療費の自己負担割合が3割というふうなものも目安にして175円の 30%、こうすると今度52円になるというふうな考え方が次にあって、でその次に近隣あるいは京都市の50円という当時議論があったと思います。そして全国的な傾向等も加味して最終的には45円という水準が設定されたというふうに記述されてございます。以上です。中林美代さん。はい、まあ言うたら、まあ、いろんなところを加味していろんなところをまあ参考にしながら決定されたというようなことだと思うんですけれども、ではですね、先ほど3つの、ごみの原料資源化、そして負担の公平性、公平化、ごみ処理経費に充てるというこの3つのことについておっしゃられましたけれども、ごみの分別については、宮津市としてはどのように評価をされているんでしょうか、お伺いします。高村市民部長。現在本市の分別でございますけれども、ごみの排出者の方はもとより、まあ、自治会の皆さんへのステーションの管理等も含めまして、お世話になっておりますが、5品種17品目という分別でございます。これによりまして、現在宮津清掃工場で、焼却をいたします可燃ごみ、それから粗大ごみ処理施設で原料化いたします不燃ごみ、そしてリサイクルセンターで資源化いたします資源ごみ、それぞれ合理的効率的なごみ処理が可能になるということでございまして、最終的には最終処分場での延命化やあるいは資源の有効活用に極めて大きな役割を果たしているものというふうに考えております。以上です。中林美代さん。はい、まあ極めて大きく大きな役割を果たされているというふうに、まあ、評価はされているのかなと思っております。まあ、宮津市高齢化率 40.35% というこういう本市でありますけれども、まあ、高齢の方の中には、プラスチックとかそういったゴミの分別がわからないという方が結構いらっしゃいまして、だから青色水色の袋ですね、あれに入れてプラの袋には入れずに水色の袋に入れて出すという方結構いらっしゃいます。そうすれば青色の袋であれば持って帰ってもらえると、プラの袋に間違って、プラでないものが入っていたら持って帰ってもらえないけど、その青色だったら何を入れてもいいということはないですけども、まあ、ビニール類とかそういうものを入れておけば持って帰ってくれるということなんですね。で、まあ、青色水色の袋結構お値段高いですね。1枚45円です。で、まあ、高齢者にも分かりやすいこの分別の仕方というものを、改めてですね検討することも、まあ、必要かなと思いますけれども、この点はいかがでしょうか、お伺いします。高村市民部長。確かに分別品目としては府内でもかなり多い方であろうかというふうに思っております。でただ当初有料化あるいは平成10年代にはすでに分別収集ということを始めておりました中で、徐々に浸透は図られてきておるなというふうに考えてございます。で、そうした中でご高齢の方等が、定着した方については確かに、そう困難な分別はないかと思いますが、まだまだ定着がされてないという方につきましては引き続き啓発あるいは個別指導にあるいはお求めに応じて、こちらのほか出張講座等で、それぞれご説明をさせていただく、個別にお問い合わせが非常に多々ありますし、また自治会単位でも分別について講習が開いてほしいというふうなお問い合わせもありますので、そういった機会を設けて積極的に啓発させていただきたいというふうに考えております。以上です。中林美代さん。はい、いろいろとお伺いをさせていただきましたけれども、先ほどおっしゃられました、ごみの
原料資源化、そして負担の公平化、ごみ処理経費に充当させるというこの3点なんですけれども、ごみの原料化資源化についてはほぼ達成できているのではないかなと私は思います。でごみ処理負担の公平性、これも、言ったらごみを多く出す人はごみ袋を多く買うんですから、これも、公平ではないかなと私は思います。で今ですね、社会的にも年金の削減やら医療介護利用料、こういったものを非常に負担が多くなってきておりまして、ごみ袋の有料化というのは市民にとって大きな負担になっています。今後、来年再来年ですか、消費税の増税も、増税をする動きというのも出てきております。さらにはですね、先ほどおっしゃられましたごみ袋の値段ですけれども、値段については、いろんな方面で加味して決定されたようですけれども、いわばこれ市が決めることですよね。この今の値段にしなくてもいいのではないかと私は思います。実費になるように、実費とするように検討されてはどうかなと思っております。ごみ処理経費の確保については、ごみ処理は行政サービスの一つですよね。で行政はサービスをするために市税等を集めておられるわけです。自治体は徴収した税金でいろんなサービスするのを、これが当たり前ですよね。したがってですね、徴収された税金の中にごみの処理経費も含まれているわけです。これをですね、実費で販売せずに2倍以上の値段で販売をされているというところでは、税金の二重取りではないかと私は思います。今ね、宮津市の方が借金が大きくて大変だとおっしゃっていますけれども、信用処理場とか火葬場とか市の庁舎とか、まだまだ課題、こういうものを抱えておられますけれども、しかしですね、市民生活というのはもっともっと切実なんです。暮らしに寄り添うこの行政であるべきではないかと私は考えます。所得の多い人も少ない人も関係するこの生活必需品であるこのゴミ袋ですね、ゴミ袋の料金、これは実費にするべきであるということを、申し上げたいと思いますが、これについていかがでしょうか。再度お伺いいたします。高村市民部長。議員の方からはゴミ袋を指定ゴミ袋の今一部有料化の部分を実費に、あるいは現在の有料化は税金の二重取りではないかというふうなご発言もございましたけれども、まずゴミ袋の収入につきましては、先ほど申し上げましたけれども、ゴミ収集処分手数料として、受益者でございますゴミの排出者からの手数料として、自治法の規定に基づき、条例を設定し、価格設定をして、徴収をさせていただいているものでございます。でまずこの自治法上のこの手数料、この種の手数料の徴収につきましては、金額設定も含めまして、あくまで任意ではございますけれども、あくまでこのごみ袋の有料化というものにつきましては、ごみの減量化や、あるいは再資源化はもとよりでございますけれども、処理経費やそれに施設の延命化に加えまして、これも先ほど来申し上げましたように、環境負荷の少ない循環型社会への構築に向けた施策の一環でございます。でこうしたことから、対極的にはということになるかもしれませんけれども、市民生活、あるいは市民の健康、暮らしに寄与するものというふうに考えておりまして、現時点では実費にというふうなことを検討する予定はございません。以上でございます。中林美穂さん。それではですね、最後に、学校給食についてお伺いをさせていただきます。冬暖かく、春心豊かに色明るく、夏涼しくて、秋色香りをつけるべし、これは調理の心得だそうです。暖かいものは暖かく、冷たいものは冷たいままに、色あるものは色鮮やかに、香りは逃さず、
水気あるものは乾かすことのないように。この調理の基本を現実に実行しているのが今、小学校で給食を作っている調理員さんたちです。まあ、配膳は子どもたちが給食を取りに来る10分前に出されるそうです。子どもたちの心や体の成長を理解し、学校ごとの取り組みや行事に合わせて調理をする、これが自校給食の良さの一つでもあります。そんな自校給食をやめて強行しようとしている給食のセンター化についてお伺いをいたします。まずはじめに、地産地消の野菜や魚小売店からの食材等の調達のネットワークについて、その後の進捗状況をお伺いする予定でありましたけれども、今日午前中に川原議員から詳しく、質問をされましたので、これは省略をさせていただきたいと思います。次にですね、給食の献立、これは宮津市の栄養士さんが作られるということですけれども、この献立通りハーベストさんは作れるのかという点です。現在ですね、宮津の学校給食では赤むくや、オリーブオイルなど各地域の特産品を取り入れた献立が提供されていると聞いております。このような特産品を取り入れた給食、これを献立通り作れるのか、まずお伺いしたいと思います。長浜教育次長。はい、ハーベストで、こちらの指示通り、メニューができるのかというご質問でございました。学校給食の献立は栄養教諭が作成するもので、この献立と栄養教諭の調理指示に基づき、受託者でありますハーベスト株式会社が、調理業務を行うものでございます。以上でございます。長林美代さん。学校ではですね、何年生、例えば6年生なら6年生、5年生なら5年生の畑というものがあるんだそうですね。この畑で採れた季節の野菜などを、まあ、利用したおかずが一品多く給食で提供されるというふうに伺っております。例えばですね、宮津小学校の4年生、4年生たちは宮村に畑を借りて大豆を作っているというふうに聞きました。この大豆で味噌や豆腐を作って給食に利用するというふうにしているそうです。また吉津小学校では食べ頃になった柿を教頭先生が掘って、そして調理員さんたちが丁寧に洗ってですね、皮を剥いて切って給食に提供して子どもたちに食べてもらうと、こういうふうにお聞きしましたし、またある学校ではお魚をさばいて、子どもたちがさばいてですね、そしてお団子を作って、それを給食に出して、全校で食べると、それから赤木、乾燥赤木ですね、この赤木の掃除というのは非常に大変だということを私もあちこちでお聞きしておりますけれども、この掃除を子どもたちがして、でその、特産品、赤むくという特産品の勉強もしながら、そしてそれを給食に出してもらう、提供してもらう、こういった、まあ、学校もあると、いろんな特色を生かした学校教育がされているんだなというふうにお聞きをしたところでございます。これが、宮津市の自校給食の素晴らしいところではないかなと。調理員さんたちは臨機応変にその対応されているんですね。ではハーベストではそういった対応していただけるんでしょうか、お伺いをします。長浜教育次長。はい、議員も言われましたように、今現在各地域の特産物を、活用した、給食等が行われておるというのは実態として承知をしております。今後はそういった、まあ、各地域の特産物を、まあ、地域全体、宮津市の、特産物としてそれぞれ、食育の観点も含めながら、子どもたちに理解をしていただき、食してもらうというようなことも、取り組みも今後もできるかなと思っておりますし、特別そういった、学校で作ったものも、
給食の方に加えるといったような取り組みも、他の、地域でもされておると、センター化としてもされておるということでございますので、そういったことも、検討して、回りたいというふうに考えております。以上でございます。中林美穂さん。まあ、今後、まあ、検討をしていくと、学校で作ったものも、センター化になっても、まあ、給食として取り組むことも検討していくというふうなことをおっしゃられたと思うんですけれども、各学校で作っておられるものっていうのは量が知れてますよね。そのものをセンターでどうやってその、全ての学校に配食するのか、あるいはその例えば、吉津小学校なら吉津小学校の分だけ作られるのか、そこら辺はちょっとどのようにお考えなのか、お伺いします。長浜教育次長。はい、まあ、小規模の学校で作られた、食材を全ての学校ということは、現実的に難しいかと思います。まあ、そのやり方は、さまざまあろうかと思いますので、それは、検討ということで答えさせていただきます。以上でございます。長林美穂さん。まあ、検討するということですので、それではですね、まあ、先ほど私が申し上げましたような、まあ、子どもたちが育てた食材、地域の食材を利用して、食を育てる教育、これが、まあ、今後検討してやっていくというような、初めのご答弁だったんですけれども、こういった、結構手がいるんですよね。例えば柿の皮をむくるにしても結構一個ずつむくらないといけないし、いろいろと手が込んだもの、まあ、そういったものについてハーベストさんにとっては、まあ、言ったら時間のかかる手間のかかる割に合わないものだと思うんですけれども、こういった、ことも、まあ、手作り給食をするとおっしゃるんですから、まあ、できるということなんでしょうね。お伺いをしたいと思います。長浜教育次長。はい、繰り返し冒頭でもお答えさせていただきました。学校給食の献立は栄養教諭が作成するもので、この献立と栄養教諭の調理指示に基づき、受託者であるハーベスト株式会社が調理業務を行うものでございます。言われましたように、柿を子どもたちに食べさすという献立ができれば、それをハーベストに、指示をし、子どもに提供するということでございます。以上でございます。長林美穂さん。献立の中に、ちょっと細かいことを申し上げて大変申し訳ないかもしれませんけれども、ごぼうの炊き込みご飯というのがあるんだそうです。私も知らなかったんですけれども、ごぼうなどの根菜類というのは、まあ、当然土の中で育ちますから、土壌菌というのがあって、これは食中毒の原因となる、ボツリヌス菌とかそういうのがいろいろあるんだそうですね。ですから文科省は根菜類の指導を徹底しているとお聞きしました。まあ、よそから買うきれいなごぼうというのは、もちろん調理師さんたちきれいに洗われているようですけれども、最近そのよそから買うごぼうというのは農薬とか化学肥料とかがふんだんに使われていて、その土壌菌そのものがいないと聞きます。しかしですね、そんな農薬たっぷりのものを子どもたちに提供できるかと、子どもたちの体にとっては大変良くないと私は思います。まあ、ごぼうの炊き込みご飯に使われるごぼうは宮津の日潟煮ごぼう、特産品ですよね。この日潟煮ごぼうが使われているそうです。ごぼう掘るのが大変で5、60センチこう掘らないといけないそうなんですけれども、まあ、日潟煮では子どもたちに提供するごぼうというのは有機栽培で育てているということなんです。まあ、形が悪くて非常に手間もかかるんですけれども、意識してそのようなものを、子どもたちの体にいいものを作られていると、私これ聞いて愛情がね大変注がれていると思いました。まあ、こうしてね届けられた日潟煮ごぼうを調理師さんたちが丁寧にこう、
調理していくわけです。何回も何回も洗って処理をしてから調理をするそうです。まあ、ハーベストさんではこの手間のかかる割の合わない調理、これができるんでしょうか。お伺いします。長浜教育次長。このことについては今まで何度もこの場で言わせていただいております。今まで、学校が調達していた食材を、まあ、今回方式として私も教育委員会が、調達するということに変わりありますが、基本的に食材を選ぶのは教育委員会が責任を持ってすることでございます。ハーベストさんが独自に、その地域外のものを 選ぶとかいうようなことはない。あくまでも食材は私どもが選択し、今まで干潟にごぼうを使っておるのであれば基本的にそれを引き続き使うという考えでございます。これは午前中に河原議員の質問にも答えさせていただきました。基本的には地元産をまず第一に考えて使っていくという考えには変わりございません。以上でございます。長林美代さん。はい、選ぶのは教育委員会さんです。確かにその通りです。しかしながら調理をするのはハーベストさんです。1300食の、たくさんの食事をね一度に作るわけですから、配送時間に間に合わなかったら大変だということで、一生懸命作られるわけですよね。まあこれ時間に間に合わなかったら大変ですから、そういう約束ですから、ですからまあね、作るのにどのように作られるのかなといろいろ私も想像をするわけです。そうしましたら、まあ10時半ですかね、それまでに作り終えなければならないというところで、例えば、きれいに洗ったものを持ってきてくださいと、もしかしたらハーベストさんがそのようにおっしゃられるのではないかなとこのように思うわけです。あるいはですね、前日までに持ってきてくださいと言われるかもしれませんけれども、そういう点、何か、お聞きされているんでしょうか。お伺いいたします。長浜教育次長。はい、食材の納入についてでございます。基本的に、当日ないし、場合によっては前日ということもあるかと思います。ただこれについてはずっと議員が、推奨されております自己給食と何ら変わることはございません。調理までに、納入いただいてそれを適切に調理するということに変わりはございません。以上でございます。長林美代さん。時効と何ら変わりはないとおっしゃいますけれども、時効給食ではその土のついたごぼうが来るわけですね。それを丁寧に洗われているわけです、調理師さんたちが。まあ今まで通りであるならば、手が込んだ点で、まあ手が込んだ調理ですね、そういったものをハーベストさん、するのかなと思ったわけですけれども、まあハーベストさんにとっては割りの合わない献立、例えばこの先ほど言いましたごぼうの炊き込みご飯ですね、このようなものは徐々にハーベストさんの作りやすい献立に市の方が変更していくんじゃないかなとこのように思うわけですけれども、そういったことはないんでしょうか。いかがでしょうか。長浜教育次長。3回目の答えになります。あくまでもメニューは市が作ります。当然それに見合った委託料を払うということになりますが、基本的にハーベストがこれを作りたいからこれにしてくれということを、聞くということはありえないということでございます。で、別に自己給食だから土のついた、ごぼうを技に入れておるということはございません。これも河原議員の、質問に、3月も今回もお答えさせていただきましたが、基本的には従来と同じ形状、例えばまっすぐした野菜でないとダメということではないよと、今までとその部分については変わりないということをお答えさせていただきました。以上でございます。長林美代さん。それではですね、協定書の部分でちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。協定書の中に食育活動方針という欄がございまして、児童生徒が日々の給食の残食を減らすための新たな取り組みとありますけれども、これハーベストさんからの提案と書いてあります。新たな取り組みとはどのようなものか
具体的にお聞きされていると思うんですけれども、お伺いをいたします。長浜教育長。はい、残食を減らすための取り組みについてでございます。ハーベストさんから、実際の提案がございましたが、あくまでもこういった取り組みも、市が、判断をし、それを、推奨すべきという判断のもとでしていくということを前もって言わせていただきます。そうした中で、例えば、これまではしておりませんでしたが、栄養士と調理員が、児童生徒と一緒に給食を食べたり、子どもたちの声を、交換日記として現場の、調理員に届ける取り組みでありますとか、残食量を、学校ごとに測ってデータ化するなど、それを献立の改善につなげていくといったようなこともしております。またこれも小さな子どもに向けてということでございますが、例えば星型にくり抜いた人参を混ぜて、ラッキー人参を探すというようなことで、給食そのものが楽しみになるような取り組みも検討していくということでございます。さらに調理風景でありますとか、地元の生産者が食材を作られる過程を紹介する DVD を作成し、生産者や調理員への感謝の気持ちを育むなど、学校での食育活動に役立てるよう取り組むと、そういったことも検討していくということでございます。以上でございます。中林美穂さん。ハーベストさん、いろいろ残食を減らすための、取り組みとしていろいろと考えておられるようですけれども、市と一緒になってね、考えていくんだろうとは思いますけれども、ではこれ残食どの程度まで減らすことを目標にされているのかはお聞きされていますか。長浜教育長。はい、具体的にどんだけの割合でということは持っておりません。残食を減らすということは、当然、調理する側としてのハーベストの責任の一端があるかもしれませんが、基本的には、食育も含めて、教育委員会として、学校と一緒になって、そういったことを残食を減らすような取り組みを進めていくというのが第一義でございます。よろしくお願いいたします。長林美穂さん。今の小学校の自校給食の残食ですね、残菜、それが一体どのくらいあるのかというのを、ご存知かなと思うわけなんですけれども、各学校の調理師さんたち、残食の、少なくするなくすためにいろいろと、取り組みをされています。残食を計量して、それから記録したり反省して今後に生かす、そういった取り組みなんですけれども、今の残食の量というのはほとんどないというふうに聞いております。例えばですね、この日は残食が700グラムであったとか、この日は2キロあったとか、そういうふうにこう一覧にしてすぐ分かるように記入をされているように聞いております。700グラムといってもピンとこないかもしれませんけれども、ご飯茶碗、ご飯茶碗ですね、あれ1杯が250グラムです。ですから700グラムといったら、ご飯茶碗に3杯弱、2キロといえば8杯ぐらいですかね、なんですけれども、これ、宮津小学校の、530食ですかね、そこのうちの700グラムが残食であるということなんです。本当にわずかなんですね。これなぜですかと、本当にわずかだけどなぜですかとお聞きしますと、給食を誰が作っているのか、子どもたちはみんな知っていると、それとね、おいしいからですよって、そういう答えが返ってくるんです。これね、本当に自信を持っておっしゃっていると思うんです。そしてまた今の子どもたち、自分の体は自分で守るという、こういう教育を受けておられるそうですね。体調不良の子は給食を残すし、絶対残してはいけないという指導はしていないと、自分が自分の体を管理する指導をしているということなんです。残食を減らすという、ハーベストさんの提案ですけれども、これで、子どもたち自分の体調管理が自分でできるのかなと
非常に心配をするわけなんですけれども、まあ、今後、市の方からいろいろと検討もされると思いますので、期待をしたいと思います。次にですね、食材が高騰したときにはどのような対応をされるのかということについてお伺いをしたいと思います。まあ、冬場とか雪が多いときには、そしてまた災害があったときなんかは野菜の値段が結構高くなります。こんなときに学校では給食費の増額を抑えるためにいろいろと努力をされているとお聞きしました。例えばですね、地域の皆さんに呼びかけて家庭菜園の余っている野菜ありませんかと、また農家の方にも提供してもらえるお野菜とかいろんなものを学校に持ってきてくれませんかと、こういうふうに呼びかけられているんですね。ですから、まあ、みかんをね、どさっと持ってきてくれたり、それからいろんな野菜を持ってきてくれたりするそうです。まあ、これも少量だからこそ今の学校規模で十分賄えると思うんです。地域が子どもたちを育てている、これも、大きな声で言えるわけです。で、まあ、これも学校が地域に根ざしているからこそですね、小規模な自校給食だからこそできることであって、これがセンターで1,300人分、この食材となると、なかなか不可能になるわけですけれども、食材が高騰したときには市としてはどのような対応されるのかお伺いをいたします。中山教育次長。はい、例えば、まあ、食材が高騰した場合、必要なカロリーや、まあ、栄養量などを確保した上で、例えばほうれん草を小松菜に変更するなどの工夫をして対応をしております。以上でございます。中林美代さん。はい、まあ、ほうれん草小松菜に変更して対応すると、1300人あくまでも一気に作ってしまうというふうに、捉えましたけれども、地域の方たちの協力はもういらないのかなと非常に不安になってくるわけです。次にですね、異物混入やアレルギーなどの非常時にはどのような対応をするのか、今までのご答弁でもすべての責任は宮津市にあるとおっしゃっていましたので、そこでですね、危機管理についてお伺いをしたいと思います。先月ですね、与謝野町の給食センターで異物が混入するという事件がありました。これはですね、ご飯のアルミの蓋が、アルミの蓋、これを外してからご飯を攪拌機に入れるべきところを、間違って鍋蓋ごと入れて攪拌したということでした。まあ、すぐに気がついてこの蓋を取り除いたということでしたけれども、市場小学校の女の子2人のご飯に1mm×2cm、この大きさの削りカスが入っていたということでした。まあ、めったにないとはいえ人為的ミスで起きたあってはならない事故だと思います。まあ、幸いにも健康被害はなくてよかったのですが、まあ、ついうっかりでは済まされない重大事故であります。まあ、宮津市としてはこういった事故に対してどのような対応をするのかお伺いをいたします。長浜教育次長。異物混入も含めたこういった、事故に関するご質問でございます。まずこういったこと未然防止が、まあ、大前提でございます。ただこれは事故方式であろうとセンター方式であろうと、可能性としては、ゼロにはなりません。そういった中で、まあ、万一、異物混入等の、まあ、非常事態が発生した場合はまず、給食一時ストップさせ安全確認や現地救命など必要な措置を講じるということとなります。いずれにせよ異物混入、食中毒、食物アレルギー事故対応も含めて、詳細な対応を定めるため、センター給食開始までに、詳細な危機管理マニュアルを作成し、対応してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。中林美代さん。そうですね、確かに事故は事故であろうがセンターであろうが起こるべくして起こるものということは確かに言えると思います。まあ、しかしですね、与謝野町の場合ですよ、こちらではないですけれども、鍋の蓋を取り除いたときによく検査をすれば、例えば蓋がね、ちょっと欠けていたとか、
なんかなっていれば、まあ、異物が混入しているかどうか分かったはずなんですよね。これ、アルミなんでね、喉とかお腹に刺さったら大変なことになってしまいます。与謝野町の対応としては、各家庭全戸に電話をして、そしてお腹が痛くないかとか、健康被害がないかとか問い合わせをしてお詫びをされたそうです。で、まあ、全部で120件ほどあったそうなんですね。そしてこの日の夕方の6時には緊急の保護者会を開いて、改めて説明とお詫びをされたと。そしてまた翌日には謝罪文を、お手紙を出したということでした。まあ、お勤めがあったりしてね、この事件事故を知らずにこの学校からのお便りを見て、びっくりしたという保護者の方もいらっしゃったようです。まあ、緊急の保護者会ですけれども、まあ、大勢の方が来られたと思います。まあ、そもそも異物混入自体あってはならない話で、被害がなかったからよかったものの、非常に危機管理がなってないと与謝野町の保護者の方たちは憤っていたそうです。多くの意見が出たそうです。命に関わる大きな問題ですからね。まあ、いろんな問題、これからも時効であろうがセンターであろうが起こると思います。しかしながら子どもたちは教室だけでなくっていろんなところで影響を受けながら心も体も大きく成長していくわけです。で、調理師はその子どもたちのために頑張っているわけです。子どもと調理師の信頼関係、これがあるからこそ、今後事故が未然に防げると思います。で、最後にですね、学校給食を心配する親と市民の会のことについて少々言わせていただきたいと思います。この会ですけれども、なぜ親の私らに話さずに勝手に決めていったのかと、こういう疑問から、発足をされたそうです。宮小の建て替えに伴って宮小に給食室を作って中学校に持っていけるようにと、初めは宮津市も考えられたと思うんですよ。しかし、国交省が給食を運ぶと工場扱いとなって、宮小周辺は住宅専用区域のためにできないということでありましたので、今年の3月ですかね、説明会の時に、親子給食は京都府のハードルが高い、半径200メートルの全国から反抗をもらわないといけないというようなことをおっしゃられて、まあ、断念したということなんですけれども、あるお母さん、もう真剣なお母さんですね、福岡県中間市では平成26年の9月から小学校から4つの中学校に給食を運んでいるとインターネットで、見つけられましてね、この福岡県と中間市が一緒になって国交省に申請に行って、これが可能となったものらしいです。平成27年の12月には国交省は全国に特例を認める通達を出しています。中間市は宮津と同じ住宅専用区域にその学校があったわけですね。だけどもハンコももらわずに、学校で作ったものを違う学校に運んでいるということなんですね。なんで宮津市ではできなかったのかと、こういった疑問点、たくさんの疑問、なんでとかどうしてとか、そういったものがお母さん方、保護者の方の中にはたくさんあるんです。まあ、京都府の方のハードルが高いというようなことで、その福岡県の中間市では良かったけれども宮津市では無理なんだよというようなこともおっしゃられたそうですけれども、しかしながら長岡京市では中学校から他の中学校に配属をすると、これ来年か再来年に実施するそうです。八幡市でも、八幡市いうんかな、実行すると、実行していると、向こう市でも 1つの中学校から他の2校に配属することを
来年再来年から実施するということを決められていますし、同じ京都府でね、なぜできないのかと疑問の声もたくさんあります。で、会の方では署名活動に取り組んでおりまして、今350筆ほど集まっています。宮津の良さを残してもらおうと頑張っているわけですね。で、会の方は、市長や教育長は子どもの幸せどう考えているのかとおっしゃっておられました。この点について最後に教育長にお伺いいたします。名古屋市さんの持ち時間はもうすでに終了しております。時間もオーバーしておりますので、これ以上で一般質問を終了いたしたいと思います。